スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。いやー、ついにあかんやつが来てしまいましたね。はい。えー、月が変わってセルインメイの5月から6月に今日からなりました。さあ、流れ変わるのかどうかっていうとこなんですけども、その前に告知ですね。オフ会、いよいよ来週です。 はい、えー、もうお申し込みの受付締め切りますので、お早めにお願いいたします。そして、え次回ループイフダンセミナーの日程が出ました。はい、再来週の土曜日です。えー、動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。すでに口座をお持ちの方は、えアイネット証券さんからメールが届いているかと思います。はい。で、え私の現在の保有ポジションは、ループイフダンの5ドル円ロング。これがきつい きつい、これが。で、トラリピの、えー、ユーロドル、ハーフハーフ。そして、えー、南アフリカランド園のロングのスワップ投資。まあ、これもね、タイミング的に、もうちょい待てたらなっていうところで、もうただ本当にあの、昨日のメキシコペソ園、あの、今見送るべきかどうかっていう中でもお話しましたけども、急に来るんですよね、あの、チャンスボールみたいなのって。まあ、まあ、仕方ないかなと。一応、広めの、その、 大きく下げてもいいような資金管理しているんで、いいんですけども、ちょっとルーピー札の方が心配かなっていうところですね。で、えー、設定とかは、えー、動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。一つの、えー、リンクの中に、えー、これらが入っております。で、裁、え、量、ー、ユーロドルロングずっと持ってるんですけども、これ、スワップ、ちょっと見てないけど、スワップみたいなはい。 で、えー、まあ株価指数ですね。これは昨晩の、えー、ニューヨーク市場が下げる前なんで、まあ341円という、えー1.63%マイナス。ねえ、まあついに直近安値割り込んで、えー、前回2月上旬ぐらいの水準ですかね。まあこれおそらく月曜日にはもう、 ほぼ下げるの確定してるんで、もう一段安ですよね。ってなってくると、2万円割れとかっていうのも、はい、可能性としてあるのかな。で、えー、まあ、日銀ともかくちょっと年金株に突っ込むの本当にちょっとどうにかしてほしいんですけどね。はい。で、えー、昨日のニューヨークダウですね。まあ、これ、冷やしで見ると、まあ、もう、ほとんどこれ、えー、ショート株入っていないような状態で下げた。 で、えー、これも2月上旬ぐらいの水準、1月下旬かなぐらいの水準です。はい。えー、こっちも1.41%で下げ止まった感じは全くなくて、週足チャートで見ると、こんな感じでですね。まあ、えー、下げしろというか、下げる余地っていうのはまだまだあります。はい。いやー <laughs> ねー、もうため息しか出ないですよねー。うーん、やっぱりねー、CFD とか株価指数もやっておくべきだなって思いましたね。で、あと、 トライオート ETF やられている方は今かなりきついんじゃないかなと思うんですけども、どうなんですかね。はい。で、為替の方に行きますけども、米ドル円ですね。いやー、久しぶりにこんな大きな陰線出ましたね。108円台前半で、次のサポート107.3で、フラッシュクランシュの水準が104円ということで。まあもうこのあたりはあっさり行きそうですよね。はい。 で、どこで止まるのかと。さあ、どうでしょうね。うん、もう、今回はさすがにきついなと。でも、それにしても、本当週の途中、まあ、本当にこのあたりぐらいまで、これ、ベイドリーに関してもそうですけども、まあ、いい感じだったんですよ。うん、でも、もう本当トランプさんの、あの、メキシコに対する追加関税と、あと、中国のレアアース同行の、まあ、材料ダブルで出てきて、もう一気にリスクオフで、 ねついに動いたっていう感じなんです。これ何事もなかったかのように上にっていうのはちょっとなかなか考えづらいんで、もう軸は完全にやっぱり下向いたなっていうところですね。はい。で、えー、ユーロ円に関してもこれユーロドルが反発していてもやっぱそれ以上にこれ円高の方に強く動いて、ここも1日で1円以上下げています。まあ本来ユーロって、ユーロ円ってそれぐらい動くもんなんで、直近があまり動かなかったっていうだけなんで。 はい、ただまあショートで入っていた方はねえー、これも戻り売りで完全にいい感じなんででポンド円も同様ですよねもうショートで入っていればっていう話なんですけどもここで一段安下げたんでまあここも順張りで売りっていうのはやっぱりなかなか怖いと思うんでどうするかっていうところですよねいやーこれもとっ買え買えって言われたら難しいなはいで え、ユーロドルです。まあ、ここは本当にこの1.11あたりは硬くって、えー、やや米ドル売りの方に、ま、週末は動いたんですけども、まあ、どうですかね。まあ、ここは本当すっきりしないなっていうところなんですよね。はい。で、えー、ポンドドルも一応まあ、 金曜日だけは下げ止まった感あるんですけども、完全に下げ止まったかどうかっていうところもなかなか難しいんですよね。ただまあ、米ドル売りに動くんであれば上なんですけどね。で、続きましてが、ユーロ A ポンド。これもね、ユーロ外。はい。A ポンド売り、ユーロ外に動いているんですけど、まあこの辺も見合いですけども。まあその割にやっぱりユーロドル上がってないなっていうところで。 ここが、また一応これ天井つけて下がり出すと、またユーロ弱くなるんで、まあそのあたりも、うん、難しいですね、今の、えー、ユーロは。はい。で、えー、5ドル円。いや、ほんとね、これも木曜日ぐらい76円で、ああ、まあこの調子だったら77円、78円ぐらい戻すかなと思ったところでこれズドッと来て、75円。 うん、どう今、高値でポジション持たれてる方、まあ、80円とか、まあ、83円とかもいらっしゃると思うんですけど、今、かなりこれきついですよね。で、もう、フラッシュクラッシュ水準というのは、ちょっと覚悟しておかないといけないかなとは思います。これは、あの、5ドル円だけじゃなくって。で、ちょっとこの、5ドル円と直接関係ないんですけども、ループイフダンとトラリピンの違いっていうのを、新たに、公式ブログで書いたんで、ぜひご覧ください。はい。もう、違い、ちゃんとあの、 わかるようになっているはずです。はい。で、えー、まあ、ドル円につられてという感じでニュージーランド。まあ、これも、売りだろと。順張りで売りだろっていう話なんですけどね。でも結構、これ週足で見たらこうなんですけども、うん、あのー、あ、ごめんなさい。日足で見たらこうなんですけども、週足とか月足で見たらもうかなり安い水準まで来てるんで、買い、で入りたいとこなんですよ。特にリピート系とかは。で、えー、まあ、ドルニュージーランドルは相変わらず、まあ、はい。まあ、こんな感じでっていうとこで。 で、えー、カナダドル円が結構下げましたね。これも80円割れぐらい。まあでもこれ高値でポジション持ってても、まあ85円、うん。まあそうか、結構痛いか。まあこのあたりだったとしたら、まあ80円からなんで、まあそんなに幅自体は大きくないんですけども、というとこですね。はい。で、原油が下げ取ります。はい。ね、えー、66ドルつけた後、うん、もう、 53ドルまで行って、まあ、前回これ、え、安値が、え、51ドル、52ドルぐらいなんで、もうその手前まで来ているので、これリスクオフの方に、まあ、株安の方に、え、軸が、相場全体の軸傾けば、もうちょっと下回るのかなっていうところなんですけども、どうでしょうかね。まあ、いつも言いますけども、まあ、原油安くなった方が旅行行きやすいんでいいんですけど、どうでしょうか。はい。 で、えー、トルコリラ園ですね。トルコリラ、これ材料出たんですよね。えー、っと、トランプ大統領と、えー、エルドアン大統領でしたっけの、えー、電撃電話会談みたいなもんがあって、上がったんですけども、あの、トランプさんのメ,シメキシコ同行とかの、えー、円高信号にちょっと引っ張られて、あれなければもうちょっと行っていたなっていうとこ、トルコリラ園ホルダーの方、買いポジション持ってる方にとってはちょっとなんか、 ね、やきもきする展開かなと思います。で、まあ、ここ、最近のその、高金利は通貨ペア、えー、3兄弟の中だと、結果的にトルコリラ円ンが当たりだったのかなっていう、まあ、ここもなかなかやっぱり、こう、スワップポイント投資の、 面白いところであり、難しいところかなと思います。で、スワップポイントの比較っていうのを、機能を、えー、しました。ちょっとあのページなるべくわかりやすくなるように頑張って、あの、書き直してるんで、えー、よければご覧ください。162円付けたとこ。あ、違う違う。それトルコリラインじゃないわ。トルコリラインは110円ぐらいか。はい。で、えー、メキシコペソですね。まあ機能を買うべきかは、買わないべきかっていう、 ね、えー、動画上げましたけども、本当にまあ、ここはまあ、難しいですよね。ただまあ、証拠金の、えー、管理がきちっとできていて、中長期でやっていくと、はい、言、えー、うんであれば、まあまあ、とりあえず打診いして、もしも下がっちゃったら買っても、えー、メキシコペソが、ね、1円とか2円になるのかっていうとことかも、まあ、いろいろこう、想像しつつっていうことですよね。はい。まあ、トルコリラは、あれ、上場っていうか、あの、 クリック36が取り扱い始めた時からで考えるとめちゃめちゃ下がってます。はい。ただメキシコペソ円はね、えー、どうかな。<laughs> 難しいんですよね。でも、えー、これ162円スワップついてたんで、まあまあ、小ロットでも持っておきたいとこだなとは思いますけどね。はい。で、えー、南アフリカなんで私が勝、えー、ったのがこの辺かな。 はい。で、えー、下げても結構下ひげついて買い戻し入っているんで、まあ、ここら辺りがですね、あのー、やっぱり、あの、主要通貨ペアと違う値、ね、動きするっていうところで、まあまあ、今のところはいい感じです。まあ、こっちもね、えー、結構下落しても、あの、市場最安値いっても大丈夫なぐらいのやり方にしてるんで、ちょっとまあ、動画概要欄に URL 貼っておきますけど、はい。で、えー、来週ですね、ん、まあ、重要なもので言うと、米雇用統計なんですよ。 このままずる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 下げての米雇用統計になるのか、それとも、ちょっとリバウンドあるのかっていうのと、あとまあ、えー、ゴードレンのロングポジション持ってる方気になる、えー、また政策金利発表で、まあ今回利下げ予想なんですよ。ただ前回も利下げ予想で、利下げなかったんですよね。これどっちがいいのかなと、利下げ予想で、もう利下げして材料出尽くしで、ね、 上げを狙うのか、狙うっていうか別に狙ってやるわけじゃないと思うんですけども、そうなるのか、それともまた今回、えー、利下げしなかったで、ポジティブに捉えられるかなもう今の相場のこと考えたら、ここはもう利下げせずに、っていうのもいいのかなって、今、おいにいいのかなって私は思ってもなりませんけど、はい。と、あと、ま、GDP 速報があります。まあ、オーストラリアの景気実際どうなんだって、この次の日なんですよね、これね。はい。 で、あと、まあ、大中員の政策金利発表。まあ、これは末置きでしょう。あと、えー、トルコ市場が、えー、火曜日、水曜日、木曜日かなんかが、えー、っと、3連休だったんで、えー、トルコリライのスワップって結構、木金、たくさんつきましたよね。はい。スノーキーの来週の戦略です。いや、まあ、正直、まあ、難しいっていうか、はい、はい、悲観的ですよ。はい。 で、えー、米ドル円は弱気、ユーロ円はやや弱気、エーポンド円はやや弱気、ゴードル円は弱気、ニュージーランド円弱気。まあ本当はもう全部弱気にしようかなと思ったぐらいなんですけども。ただちょっとやっぱり、まあゴードル円なんかもっとえげつない下げになってもおかしくないなっていうとこなんですけども、ただ対米ドルでちょっと、あのー、リバウンド入ってるんですよね。まあそのあたりがどうかっていうとこですね。で、えー、ユーロドル、エーポンドドルは、えー、やや強気ということで、 まあ、正直難しいです。はい。という、えー、はい。えー、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。で、さっきスライドに出て,てましたけども、まあ、リーマンショックの時どうだったのかっていうことをシストレサイトで書いた記事があるんですよ。それを書いたの、は、まあ 去年の12月の末のあのパウエルショック以降の時に書いたものなんですけども、まあまあどれぐらい動いたかっていうことはわかるので、この動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。よければ参考にしてください。で、この後は投資、えー、と全然関係ない話します。amazon プライムで見た映画など。はい。で、えー、まず amazon プライムで見た、えー、ドラマですね。ローマっていう作品見ました。これ結構 ちょっと前なんですね。はい。十何年前かな。海外ドラマ、ローマ、ローマ,ローマ帝国の話で、まあもう、カエサルとか、ブルータスとか。 クレオパトラとかっていうメンバー出てきて、あ、もうブルータス出てるやんっていうところで、ちょっとどうなるかっていうの分かってるんですけども、まあ、前編よりも個人的には後編の方が、えー、面白かったです。まあ、前編と後編どう違うのかっていうのはちょっとネタバレになるんで言わないんですけども、これで制作してるのが HBO っていうあのゲームオブスローンズの、え会社で、多分ね、これスタッフも一緒だと思うんですよ。なんかやっぱちょっとゲームオブスローンズと繋がる部分はあるなっていうのはなんか見てて思いました。 で、他に見たのが、えー、64という映画なんですけども、方がね、えー、佐藤光一さんとか出てる。まあ、これがね、本当にこれ、公開前の、なんかこう、宣伝みたいなので、すっごい期待してたんですけども、公開後のレビュー結構散々だったんですよ。で、まあ見なくって、で、アマゾンレビューも、うーん、3ぐらいかな。で、いまいちでですね、まあ見たらやっぱり、 点点点で。前編後編にする必要あったのかなと。これ一本の映画にまとめておけばもうちょっと評価も高かったのかもしれないなと思いましたね。はい。で、次がライオン25年目のただいまっていう。これどこ、どこ映画なのかなまあまあ、舞台はインドなんですけども。実話を元にした映画ということで、まあすごい良い内容で泣きましたけども、 ちょっとね、なんか前半の尺の使い方とか、まあ全体的な尺の使い方がなんかもったいないなっていうか、丸、まあ、見した印象がありましたね。まあ実はなんで、まあそうなんだろうなっていうところで。まあでも、面白い映画でした。ということで、えー、今回の動画は以上です。うんで、ちょっともう一回投資の方に戻りますけども、まあ、高金利通貨ペアは今買ってもいいかなと思うんですよ。 ただちょっとやっぱドル円とかのあの辺の主要通貨ペアのクロス円はまあちょっと今は私が今から始めるとしたらちょっと様子見たいなっていうところですね。ただまあリピート系、ルーピー普段とかっていうのは値幅、あの想定変動幅広く取っておけばいいんでまあまあそこを考えると今が買い場っていう見方もできるかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。